前の番組。うん、すげえ。大人の国の話。すごいね。大人の国の話してるから。へえ、すごい。今日すごい結構行ってる。ライブ開始。始まんね。アーティーハーティー、あ、リオラ来てる。始まったよ。にゃんちゅうじゃないよ。にゃんちゅうじゃないよ。今日ゆっくりだな。え？お誕生日前し。ヒロキックスだよ今日は。緊張するな。最初の頃思い出すな。うわ。おらい最初の頃思い出すな。おう、ホワイティ西原さんが来ているぜ。ホワイティ10秒前。懐かしいな、懐かしいな。6、5秒前、4、3、2、1。 DJ マシャワールド。平成28年6月24日金曜日、放送第37回、こんばんは、DJ マシャです。皆様、いかがお過ごしでしょうか。今週も DJ マシャワールド元気に始めていきたいと思います。いやー、今日はですね、ミキサー、ヒロキに代わりヒロキが来てますね。意味がわからないんですけど、スタッフのヒロキがね、今日サポート入ってますけど、いやー、なんか新鮮な気持ちですね。懐かしいってな、こう、いやいやいや、今日はちょっと忙しいということでね、代わりに入ってもらっております。今週気になった出来事なんですけど、最近ね、ちょっと梅雨も沖縄明けたんですけど、まあ、九州、広島ではこうたくさん雨が降ってしまってですね、地盤緩んだりとか、こう河川が氾濫してね、ちょっと大変なことになってるんですけど、ね、ちょっとゲリラ豪雨ってちょっと多いですよね、最近。はい、いやー、なんか安定した季節になって気候になってもらいたいもんですか。はい、あとはリスナー紅白歌合戦っていうの出ましてですね、これで西城秀樹さんのヤングマンをさせていただきました。いやー、なんかもうちょっと練習すればよかったかなと思うんですけど、はい、そんな感じですんだけどね。はい、じゃあ今週もよろしくです。早速なんですが、今日もですねコーナーの紹介していきたいと思うんですが、あれ入れられる？エコープリーズ。いけそう？行くよ。じゃ、それではですね、いつものお題、メールは題して、オーライ！メールセンター！本日のテーマは、ありがとう！です。誰かにお世話になったとか、助けられたとか、皆さん感謝の気持ちを、メールに送ってみてください。それではよろしくお願いします。そして続きまして、期間限定お試し企画。本日は、オーライモノマネ募集というわけでね、やればやるほど苦しくなってきたこの企画なんですけど、やり終わったら大体冷や汗かいてるんですけどね。はい。ちょっと今日分かりやすいようにね、ちょっと事前にまとめてきたんで、ちょっとやり残しはないと思うんですけど。はい、いきますね。続きまして、オーライシニウサウスハッピーバースデーというわけで、誕生日の方がいたらメールかツイキャスで教えてください。さて、本日のゲストですが、本日はリューティースーパー飲み会の開催に関わった、キッシーさんとアップルポンさんが、ゲストということでですね、どんな苦労があったのか、頑張ったことがあるのか、その辺をね、ちょっと細かくこのね、ちょっと聞いてみたいと思うんですけど、他2人はですね、他の番組出てるんですけど、残り2人はこれ FM 技能でってことになってますね。はい、それでは今週もツイキャスやメールでご参加お願いしたいと思います。はい、メールアドレスはもう大丈夫だね。はい、この番組はですね、応援番組になってますので、私マシャも応援してくださいね。マシャは皆さんを頑張って応援しています。今日特にね、ちょっとリューティーを応援するっていう形でね、ちょっと番組の構成になってますので、あと、でね、たけちゃんやひがちゃんも聞いてくれたら嬉しいなということでね、なってますけど。はい、それではですね、この番組の提供は、バイクの格安バッテリー販売&長期保証やってますの 2x4 ステーション、
司会のお仕事大変興味あります、命がけで取り組みますので誰かお仕事くださいの DJ マシの提供でお送りします。それではここで一曲お届けしたいと思います。それではリューティーの何だった、ウルバナの道。はい、じゃあ今日ツイキャス、ツイキャスも声聞こえてますか？すごいな、ツイキャスものすごい来てるけども、ありがとうねみんなね。はーい、あーコインもね早速ありがとうございます。なんかカラオケみたいになってるよこれ。なんかな、あー接触これでカラオケになるの分かる、あれなってた、今大丈夫です。うん、なんか今大丈夫です。ボーカルのほらボーカルのってセンターのさ、これが入ってないときに、じゃあこの接触用のさ、この人直りた OK。 はい、スイキャスありがとうございます。今日誰かなこれ、37回スタート、ハンちゃんありがとうございます。はい、キッシーもいつもコインありがとう、コーラゼロさんもいつもありがとう。関東は水不足って来てますね。そうか、関東雨降ってないんですかね。あ、おじいさんありがとうございます。はい、俺初参戦ということでね、よろしくお願いします。はい、あ、大阪の城さんありがとうございます。始まってイレーザーって来てますが、いや、はい、バナナ店長さんいつもありがとう。はい、あ、どうもしんちゃんありがとうございます。今夜もよろしくお願いします。坂健さん、ヤングマン歌って、ヤングマン、ヤングマン、ここでちょっと恥ずかしいな。うわーみたいな、これでいいか、これでいいか、もう無理だ。はい、コアラゼロさん、弾き語りは生き物がかり、あー今日はリューティーにしようかな。はい、ライアンさん、はじめまして、ツイキャスに来ました、メーグーです。イベント帰りのバスの中、イベント帰りのバスの中、メーグーってメーグーって誰だ、うちのスタッフかな、今西さんかな、分からん、ライアンってなってますけど、ライアンってなってます、あ、じゃあうちのスタッフのメーグーさんです。あ、そうなの、今西さん、あ、今西さんありがとうございます。ライアンって言うから、韓国語、台湾語、ライアン、あ、いやいや、あの多分ライアン、あだ名がライアンって、あ、ライアン、あ、へえ、なんでこのライアンのか今度聞きたいですね。はい、ミソニコミスキーさん、はい、オーライいつもありがとうございます。なんか変なものまね募集来てたけど、これ夫婦2人いつも強烈なやつ送ってくるんでね、ありがとうございます。はい、大阪の城さん、カツラは、あ、これダメよね、カツラ、黒髪のカツラ買ってきます、金髪になってたからね、あれあかんわ。漫画倉庫で300円のカツラ、あれはねダメでした、コアラゼロさん。はい、よし、メールマシン調子悪いな最近これ。Wi-Fi 有効か。あ、ダメだこれ。大阪のシロさん、マシャさんかっこいい来てますね。ありがとうございます。ハンちゃん、メグライアンにかけたんじゃない？メグライアン。似てる？メグライアンに、あ、今西さんが似てる。似てるか、名前をただ文字ただけか。あか、ファンか、ファンめぐらい、あ、いいとこついてくるかもしれませんね。はい、白棒兄さん、ポンポンとこの子供の声、そうですね。リュアラかくれんぼ聞こえるときてますね。はい、じゃあそんな感じでですね、メールをいきたいと思うんですが、じゃ小さめに、はい、どうもリューティーでウルバナの花でした。それでは DJ マシャワールド進めていきたいと思います。さて今日のメール一発目、今日6月24日これからいきますか。はい、じゃあメール一発目いきますね。はい、マシャさん、アップルポンさん、ひふみさん、リューティーファミリーの皆さん、お元気ですか。倉敷ののんぺです。今日のテーマ、アップルポンさん、リューティー、あ、
ね、一応ね、今日のテーマね、まあ、ありがとうってことなんですけど、アップルポンさん、デューティーラジオのために那覇空港までお迎えありがとうございました。おかげでラジオを見ることができました。またライブ前後で皆様にお世話になりっぱなしで何もできない私をフォローしてくださってありがとうございました。あの後に風邪をひいてしまい、ちょっと辛い日々がありました。あら、そうですか。あららら、今は回復しています。やっと、バスケットができるかなと思っています。また皆さんにお会いできる日を楽しみにしています。暑い日が続くので体調を崩さないように頑張ってくださいね。またメールします。バイミーって来ておりますね。あー、なんかあれですかね、燃え尽きちゃってちょっとこうバッと疲れが出たっていうか、そんな感じなんですかね。あららららら、そうですか。アップルボンさんがね、迎えに行ったんですよね。で FM ギノワに来てて、そこで僕もいたんで、ご対面ということになったんですけど、やっぱですね、人の助けってのはとても助かりますよね。とてもね、すごく身長がね、高かったっていう顔も全然追いつかなかったですね。はい。食べ物何か分かんないですけど、なんか もらって超美味しかったのを覚えてます。ありがとうございます。そっかそっか。体調崩しちゃったんだね。そっか。ちょっとほっとしちゃってるかな。またなんかこう、バスケットされてるんですね。そっかそっか。僕、球技が苦手なんですね。はい。玉といえばとか言ってね。脱線しないようにしましょう。まっすぐ行きましょうね。まっすぐなんで僕、はい。モノマネ。これね、名古屋のダンスダンスレボリューションって来てますね。誰かのモノマネして。これモノマネ、これ後でやりますね。はい。綾瀬はるかさんとか来てますけどね。どうやってやるんだこれ。本当に。続きまして、大阪のおっさん、シローです。マシャさん、ギノワンスタッフの皆さん、ヤッホー。リューティーのスーパーライブとオフ会が終わって、もう2週間まだまだ現実の世界に戻れず、目をつぶればピンタンインの姿が蘇ります。これは僕のことですかね。みんなさ、みんなこれピンタンを中に入れたらすごく衝撃で目立つんじゃないかな。とか、ピンタンが増えすぎてちょっと目立ちたい方は、ピンクタンクトップをね、ズボンに入れてみましょう。はい。オフ会の実行スタッフのキッシーさん、アップルポンさん、ヤンブル娘さん、本当にありがとうございました。これね、これ、イブミさんの名前がないね。来年もよろしくお願いします。残念なのが、リューティーファミリーの会員番号2と22と222のショットが取れなかったことです。来年は必ず取りましょうと来てますね。ありがとうございます。そう、僕が222なんですよね。スキップブッさんが22かな。で2番の方がいらっしゃったんですけど、大急ぎで帰ってしまったので、ね、スーパー飲み会に来れなかったんですよ。そうなんですよ。残念でした。はい。そっかそっか。はい。後でね、2人からね、ちょっとお話聞いてみたいと思いますね。写真の方また来年ね。来年ライブしてくれるかな、デューティー2人。難儀なんだろうね、結構ね。500人規模ってなると、頑張ってたもん、本当、必死に。まあ、でも人間頑張った方がいいと思うんだよね。限界決めないで。はい。次行くぜ。マシャさん、キッシーさん、アップルポンさん、FM ギノワンお聞きの皆様、こんばんは。はじめまして、かっこ笑い、ノリノリと申します。あ、ノリノリさん、メールありがとうございます。今回のテーマ、ありがとうですが、いっぱい言っちゃいますよ。6月11日、デューティースーパーライブで、夢の世界に連れてってくれた、タケちゃん、ヒガちゃん、ありがとう。バンドメンバー、スタッフの皆さん、ありがとう。アップルポンさん、キッシュさん、ヒーフミさん、ヤンボル娘さん、組長さん、沖縄ファミリーの皆さん、全国のデューティーファンのために企画準備いっぱいありがとう。隊長のしんちゃん、サカケンさん、マシャさん、シロウさん、ヒフミさん、素敵なピンタンダンスを見せてくれてありがとう。もう時間ないですね。とにかく素敵な出会いと素敵な仲間にありがとうです。では最後まで頑張ってくださいね。これってバックミュージックはひまわりかなって来てますね。あ、今は違う。ごめんな。ツイキャスが聞こえないんだよな。後でひまわりはどうにかしますということでね。はい、ありがとうがたくさんあって、こちらもハッピーになる楽しいメールでした。いや、なんかいいラジオだな今日な、ヒロキックス。いやー、いいラジオだ。いやいやいや、もうなんかいいな、ありがとういっぱいで今日。なんか今日なんか
寿命が伸びそうな気がしました。そんな感じなんですけど、はい、ノリノリさんありがとうございますね。ああね、会えなかったんだよね、会ってないんだよね。ねえ、うん、お会いできるの楽しみにします。ありがとうございますね。あとでひまわり楽しみにしてください。おらい、次また行くぜ。めっちゃ長いな、これ。超高速読みますね。めっちゃ長いな、これ。速攻で読みますね。はじめましてではないけれど、初メールします。ファミリーナンバー73番、沖縄大好き、沖縄中毒、略して、沖大沖中、北海道のじゅんちゃんです。ゆたしく。ありがとうと伝えたい人はたくさんいるんだけど、まず世田谷のコーラゼロさん、超アナログ人間の私を LINE グループに招待してくれたこと、コーラゼロさんのおかげで毎日 LINE ライフを楽しんでおります、毎日41人で肩組んで歩いてるみたい、かっこ悪い、ありがとうございます。それから今日のゲストのアップルポンとキッシーさん、それとひふみさん夫婦とヤンバル娘さん、楽しい飲み会を企画してくれてすっごく大変だったと思います。おかげで本当に楽しい思い出ができました。ありがとうございます。ますます沖縄が大好きになりました。それとやっぱり両親ですね。ああ、両親。いつも温かい愛で支えてくれてありがとうございます。これ以上書くと涙が溢れてくるので、この辺で。ということでね、あげですね。両親は聞いてないですけどね、ということでね。あ、感情がね、こう高ぶってきちゃうということでね。はい。あとで。感動的な歌送れるかな。シーブンタイム楽しみにしています。さっき途中でメール送らされてしまったの、こっち読んでね、てってれーって来てますね。ありがとうございます。で、ね、2回メールが来てますね。はい、73番。うん、そっか、僕のウエストは76かな、76のズボンを買ってます。当然関係ないよね、全然73かよって。73ね、入るんですけど、足がね、足が入らないんですよ。ウエストは73にいけるんですけど、太ももがね、通過しないんですね。太もも、自転車乗ってたんで足が太いんですね。はい。いや、嬉しいですね、初メール。いやー、ね、リューティーでつながってね、じゅんちゃんさんね、すごいビールを飲んでるってイメージがね、いつもなんかビール飲んでる写真しか、ビュー、いつか一緒にビール飲みましょうね。はい。で旦那さんと二人ずっとビール飲んでるの。はい、なんかいいね。はい、今日帰ったらビール飲もうと。てってれー、続きいきます。てってれ関係ないよな。ザッピーさんがツイキャスに。ザッピーさんツイキャスに来てますね。ツイキャス、マシャさん泣くなよーって来ますね。いや、わからん、今日泣くかもしれない。今日ね、あの白棒兄さん、キー一番高いバージョンでやりますんでね。うん、いやー、みんなまだ着陸してないんだろうな、このリューティーのね、このあれでな。うん、やっぱさ、なんか現実さ、なんかこう非現実的ってなんかいいよね。なんかこうね、うん、俺もなんか人に感動与えたいな。じゃあそんな感じで CM 行くか。俺ベゴニアさんじゃないの？メールくれよ、ベゴニアさんメールくれよ、ベゴニアさんメールく、ベゴニアさんメールくれよ、メールをくれよベゴニアさん。メールをくれよ、メールを。こっち持つ、頑張る。キジ、これだけかないよ。いや、いいんだけど、作業服、なんで作業服なんだよ。脱げば、脱げ、いやー、ボディラインが見えるから。あ、まあいいや、それもダメだ。はい、じゃあどうぞどうぞ、はい、どうぞどうぞ。アップル棒なんか来ない。急げ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 、時間ねえぞ。アップル棒さん、はい、急げ急げ、全部脱げ、もう全部脱げ。10秒前って、全部脱げ、もう7秒前4 3 2 1。 DJ バシャワールド FM ギノワンよりお届けしております。それではですね、ゲストの時間なんですが、おい、お前たち、てってー、これは誰かわかんねえじゃねえか。メガネ忘れちゃった。取った取ったよ。取っちゃった。あと 5秒ぐらい待てばよかったのに。じゃあそれでは、自己紹介を本人の口からお願いしたいと思います。じゃあこちらからどうぞ。身長156センチ。普通のおばさんです。アップルパンでーす。お疲れパンパン。ようこそ。
して皆さんこんばんは。リューティーネーム、あ、リューティーネームって言っちゃった。いいよ、リューティーネームだ、まさにいいじゃん。リューティーネーム、リューティーファミリー70番ポジティブなポッチャリ、ポジッチャリなヤンバルのキッシーです。よろしくお願いします。わあ、ピッシー、ピッシーじゃ、キッシーが来たぞ。俺はニャンチューじゃないからな。はい、そんな感じでね、ようこそ。他局ってね、サッピーさんの番組にヤンバル娘さんとフィフィミーさんが、フィフィフォエミーさんがね、フィアフォエミーさんがね、出ておられて、で来週出せやって話してたら、来週はもうゲストが決まっておるんですねって言われて、これはもう誰かが拾わんと思って、これ俺が拾ったろうみたいな。ありがとうございます。そういうことです。もうぜひぜひ、ね、嬉しいね、はい、天下の場所もあるのに、ね、天下の、いやーなかなかね、本当に上げ上げてます。はい、でもすごいですよ、35人見てます。瞬間最大風速が86人ですね。風速カメラをどっちもです。どっちも映ってますね。残るのが、あっちです。左、右、右。あ、左は、今だけです。今だけ。風速か。はい。でですね。はい。そんな感じなんですけど。そんな感じじゃねえ。いや、そんな感じですよ。そんな感じ。乗ってきた、乗ってきた。乗ってきたよ。そうね、ツイキャス見ながらいつも突っ込んでるから。キャンディー、キャンディー。私はキャンディー。はい、そんな感じでね。今日はね、スーパー、オフ会の、まあ、運営のね、方で、裏方で頑張られたあのお二人ね、来てらっしゃるんですが、まずですね、このスーパー飲み会のこうきっかけを教えてもらいたいんですけど、なぜこれが。誰がやろうって。俺、ひふみにから案があって、今回県外からも来るから大きくやらないかっていう中で、少数人数の精鋭で動きたいっていうのがあって、ひふみにから誘いがあったのが僕とアップルポンさんとヤンバル姉さんで、まあ、組長とひふみに5名でやろうっていうのがもう本当にきっかけで、組長っていうふみさんの嫁さんね。あ、そう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 。の5名が始まって、でアップルポンさんはたけちゃんともまあ同級生というつながりもあったし、うん、ここで一緒に関わってほしいっていうふみの要望もあったもんだから、じゃあやろうってことで。すごいよね。エクボがいいよね。エクボじゃないし。エクボにしとけよ。可愛い顔してるな。なんでこのエロ目線は。いつでもエロ目線だよ。俺違う。今日はね、今日感動的な番組を送ろうと思ってるんで。危ない。いつも通りやるとこだもん。脱線番組って言われてるからもう。無理やりここ欲しくなってからね。おかしくなるや。俺もなんかスケベエクボとか言われてすぐ怖くなる。スケベエクボ。また本当に何もないな。これシワしかないやん、お前。シワ。ああ、小じわが増えたんでございます。そんな話はいいとして、まあ一人ね、作業服と一人リューティーのね、このシャツで来られてるんですけど。でもね、のんぺさん。のんぺさんが作ってくれた。リューティーファンの倉敷、岡山県倉敷市ののんぺさんが作ってくれました。先ほどですね、メール読んだんですけど、のんぺさんからの。で、まあ、とても遅いなということでね、ありがとうありがとうというたくさん来てました。アップルボさん送ってもらってね、ありがとう、感謝の気持ちが今日番組に届いていたんですけど、この開催するにあたって、その皆さん割り当てがあったと思うんですよ。それぞれどういう割り当てされたか聞きたかったんですね。そのひふみさんから丸娘さん、アップルボンさん、岸さんと、うん、いうことでね、うん、で多分嫁さんは多分何もしてないと思う。監修見張り番、見張り番。言うな、これ言うな、シーラー。これカットしてる、カット。組長は、うん、オフ会の本番でね、うんうん、パワー発揮したね。乾杯の挨拶で、めっちゃ頑張ってもらいました。で、じゃあ、どっちか行こうかな。じゃあ、アップルボンさんから行こうか。私は、リューティースーパーオフ会のチケット作りを担当しました。うんうん、あ、チケット作って、はい、あと何かね、こう飾り物とか。飾り物、うん、って言ったら、ひまわりのカチューシャとか、あ、あれはヤンバル娘さん、ヤンバル娘さんが作って。で、キッシーさんは。俺はフェイスブック、あ、フェイスブックの告知担当、はい、アップ担当で。ヒーフーミーさんは声で言う担当。あの人は総監督。あの人は総監督。声だけで言う、打ち込みとか作成とかなしの。声だけで、みんな声よ。見えないところで動いてた人。一応ね、頑張ってね、声かけてました。あるからあるかで、声担当。
声担当。いやいやいや音響機材めっちゃ言うてましたよ本当に。音響機材も宮城さんから借りたから借りてきたもんね。もそれもたまたま君にがいたからだし。いやいや居酒屋にさあんなスピーカーがあってこのミキサーとかってさ、うわこの居酒屋すげえなーと思ったら線とかあって、いやーすげえなと。これゆみさんがオーケーか借りてきたっつって、しかも無償ですよ。素晴らしいわ。もう大姫には総監督。あまあでもね、まあ誰がね、何やったとかさ、小さい話はどうでもいいわけですよ、うん、例えばねオーケストラってあるじゃないですか。あの給料の話になるけど、あれ買わないでしょ。あれ例えば一回シンバルボーンって言う人と、ってやる人ね、ちょっと今何だか分かんない。ほんと綺麗にできるから、トトトトって。いや、あんまり綺麗に寝るすぎたらなんかいやらしいやん、なんか。うん、かちょっと下手くそなのが俺だわけ。まあ、この前のほら、ROK、紅白もね、そうそう、ちょっと雑にやるっていうのが俺みたいな。お前歌詞覚えてこなかっただろ。話変わりますけど。これはどうでもいい。これはどうでもいい。今方がいい。これはどうでもいい。てて今日はユーっていう話をしに来たんだから、それはどうでもいい。それはシーブンでシーブンでいい。雑そらしい分で。まあそんな感じでね、愉快なキッシー君なんだけど愉快なキッシー君そんな感じ、はい、で、まあ皆さんも準備をしまして、その当日、はい、まあちょっとどうだったのかちょっと感想聞かせてもらいたいんですけど、まあうまくいったとかちょっとここはミスったとか、ちょっとね気になった点があるんですけど、ひまわりのあの内輪みたいなのがあるじゃないですか。あの選挙法ではこれ内輪って言ってないですよ。何選挙であれ内輪ってあれ選挙法違反になっちゃうから。あの丸っこで穴が開いてるのがあるでしょ。あの内輪風のやつあれ内輪なんだよ。そうそう、あれは どのようにして生まれたんですかね。あれはひふみにがちょみんなでなんかサプライズしたいなっていうのがあって、ひまわりを歌うときにみんなでひまわり合唱祭と、でそれをこのコンサート あの舞台監督の方に相談しに行ってくれて、でそれで舞台監督さんが話乗っかってくれて、じゃあそれはこっちで準備するからっていうのでできたのがあの器です。歌詞付きで、はい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 、いたた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 きたきたきた、あれもひふみにがそういうのを話しなかったら本当に絶対できてなかった。痛いねこれ。滝田の涙も出なかったっていう。なるほどね、いやいや似合ってるじゃないですか。あのこれラジオ見た人全然意味がわからないなんか俺ちょっとなんかアホっていうかアホみたいな。これツイキャス見てる人がよくわからんと思うけどね。そもそもツイキャスからもツイキャスじゃちょっとね、じゃあのツイキャスちょっと確定やっぱ女性がいいこれね、うん、これよりもね。じゃちょっとツイキャスすごいね、すごい26分でねツイキャスが160いってますこれすごい番組だなこれ。コメントが見えないツイキャスいきますよ。キッシー癖がすごいバイサッピー、なんだこれ癖がすごい。何の癖？チャラい AKB ファンさん、アップルポンさん、キッシーさんこんばんはってきますね。こんばんは。こんばんは。ね、アゴベルト中里、ヤンバルから来てるの？そうだよ。名護から来たよ、名護から。うち第二のヤンバルから来た。わかるかな？第二のヤンバル。ね、チームテッテレのお二人ってなってるけどね、ハンちゃんから。みそさん、ゼロさん、チームテッテレ。ありがとう。なんだこりゃ。たけちゃんより待って、可愛く映ってるよって誰誰誰誰誰。おい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 。たけちゃんより可愛くありがとう誰。どこや。明日白ボニーやん。たけちゃんより可愛く。これたけちゃんまだ見てないからいいけどな。おいたけみ。なるほどで、これあのたけちゃんと同級生だったってどういう友達だったんですか。あの高校こ知念ここ。知念どこここ。知念知念ってまあいいか。知念小学校。そう、知念中学校。たけちゃんが中、うん、小学校3年生の時に知念に転入というか、あ、そうなの？どっかちゃんの他の学校、一応知念出身ではあるんですけど、うん、他の学校に通ってて、うん、小学校3年生の時に知念小学校に転入してきて、あ、そう、すごい優等生でムードメーカーで三振も上手で、あ、当時からでも私はもうだいぶ遊ぶグループが違うかったんで、だいぶ喋ったことなかったんですけど、あるよね、そういう友達ってね。逆に今がとっても仲良くさせてもらってて、あ、俺も分かる。クラス帰ってさ、あと話したらさ、なんかお前友達になってけばよかったのこんなにね、面白かったのみたいな、うん、あ、そうか、そっかそっかそっか。やっぱ小さい時の話もっと聞きたかったけどな。たけちゃん来てるって。あ、嘘、たけちゃん、たけちゃん探しましょう。あ、いたー、いるけれど見とるやんけ。お疲れポンポン。お疲れポンポン。22時27分。今見たばっかり読んだ。今日もお疲れ。
いやいやいや、たけちゃん後ろにいるときだね。ひがちゃんはひがちゃん。ひがちゃんはね、さかけん。さかけん。ヤンキーやねん。なんかね、たけちゃんがよく言ってたんですけど、うん、アップルポンさんはチェーンを持って回してたって言ってた。あれ、作り話よ。ってなんかヤンキーだったのかなと思って。違う違う。彼女の話ではだからもう彼女もう一言で全部ブワーって広がって、いや絶対ヤンキーなんやなって、いよいよヤンキーでみんなヤンキーだったでしょ、うまい、みんなヤンキーじゃないよ、今でもこれじゃん、みんなヤンキーじゃない、もう俺こうじゃない、こうどっちレーサーレーサー、うん、あー俺もこれじゃ、これこれじゃ、俺バナナも入れ食べる方だよ、何意味が分かんない、全然でチャークルシー、もう本当に怖い怖い、もうさあさあ今日はね明るく楽しい番組なんだから、今日テーマありがとうなんだからね、そうだ、うん、ありがとうね、そうそうそう、うん、そうかそうか、もうスーパーライブの話がちょっとあれだったんだけど、まあ結局この当日どうだったの、当日はまあちょっとねバタバタしたけどね、うん、ネームプレートカッカンってなったけど書こうってなったりとか、うん、あとチケットをスーパーオフ会チケット買った人がいるんだけど、うん、とか話したりとかなんかで持っていかなかった人もいたりとか大変だったな、だそれでお金と椅子が合わないで宿泊したりとかもあったし、あなんか言い方ないかね、前もってチケット販売できていれば、ね、うん、もうちょっと自分たちも楽しめたね、ゆっくりね、うん、ちょっとゆっくりできなくて、みんなせっかくね内地からファミリーいっぱい来てるのに喋れないね、これはね、やっぱりこのスーパーのこうやっぱり支えてくれる人がいたからさ、そうみんながね楽しめてくれたら、うん、もう特に県外の人はね、うん、だって自分たちはね去年も見てるのもあるし、うん、今年初めて見に来る人もとっても多かったから、うん、そう考えたらね別に後ろ席でもいてもよかったなと思ったんだけど、まあね、まあもう少しねマイクを近づけながら喋るともうちょっといいんだけど、あ、そうなの、聞こえない、まあまあやっぱりさ、そうやってこうサポートしてくれる方が いるからさ、うん、よかったと思うし、まあ、たけちゃんもひがちゃんもね、みんな喜んでると思うから、うん、まあ、そう一応、まあ、そういう頑張ったという意味を込めてさ今日呼んだわけよ、やっぱ俺他にももっと呼びたい人いたんだけどさ、苦労話とか頑張った話とかじゃなくて、ちょっと俺泣きそうになってんだけどな、楽しかった、こんなして実行委員としてできたことが、うん、とっても嬉しくて、うん、やっぱりさ、うん、その感動でやっぱ電波に乗せて飛ばしてもらいたかったわけよ、うん、そうでやっぱりまだまださ、うん、飛行機の上から降りられない人がいっぱいおるわけ、うん、飛行機着地させるなさせるなって、だからなんかねそうと思ってちょっと俺も今日はさ、まあ、頑張ってこうリューティーンを応援しようということで、まあ、弾き語りやってたりとかさ番組でリューティーンの話してるのは結構俺から進んでやってるのは多分俺しかいないはずだからこの沖縄県で、うん、まあそうやってねみんな応援してくれればもっとリューティーも広がってもっと大きなところに行けるのかななんて思っております、うん、はい、皆さんお力添えをよろしくお願いします、まあ、僕のできる限りのね範囲ではちょっとやっておきますが、はい、じゃあ来ました、そんな感じでねメールの方行きたいと思います、はい、お願いします、うん、マシャさん泣いていいよ、アップルポーさん呼んでみたら、うん、あ、呼んでみたい、ちょっと待ってよ、こんな時に限ってさ変なメールしかないね変なメールさ怒られるから、変なメール読ませてみよう、でこれ行こうか、はい、じゃあ読みます、うん、マシャさん、ギャラリーに来ている皆様、ギロワンスタッフの皆様、 DJ マシャワールドにお越しの皆様、ヤッホーイ、東京から世田谷のコーラゼロです、よろしくお願いします、テーマのありがとう、毎日ラジオのことが気になる生活、ラジオの向こう側にはいつの間にかたくさんできた友人がいる、本当に幸せだと思います、皆さんのおかげです。ありがとう。そしてもう一つのありがとうはスーパーオフ会の幹事の方々に送りたいと思いますね。なんか俺まで泣けてきた。泣きたくなる。泣けてきましたよ今日。やばい。やばいな。して。手伝いますよと読めるから立ち投げるよ言っておきながら、うん、ファミリーとユンタクして終わってしまい、ちょっと待って、いい話や、すっかり受け身だったけど楽しいひとときでした、ごめん、ティッシュがないティッシュがないけどいいけどいいけど大丈夫大丈夫、またあんなオフ会、俺もタオルオフ会飲み会ができたらいいですね、書いてて恥ずかしくなった、かっこ笑いでは最後まで放送ちばりよ推進、スコールも練習してますよこれはちょっとこっちの話
やな。これはちょっとうちの話呼んでもらった。呼んでもらった。ゼロさんありがとう。呼んでもらった。アップルボーダー。アップルボーダー。俺の使ったハンカチでよかったな。いやー、コーラゼロさんの、あの、メールで泣かしてしまった。いやー、もらい泣きを しそうになっちゃいました。コーラゼロさん、やばい。泣くよね、泣く泣く。泣いちゃうよね。でもそう言ってもらえたら本当に嬉しい ねやった甲斐は本当にある。で、お前これよ。あ、俺？お前俺も？お前これよ。お前よかった、つけまつげしてこなくて。はい、じゃあ読みます。マシャさん、ゲストのキッシーさんとアップルポンちゃん、うん、そしてリスナーの皆様こんばんは。神戸の小さいけれどおじいです。これからは朝の激しい雨はようやく収まりました。こちらはか、ごめんなさい、こちらは朝から激しい雨はようやく収まりましたが、蒸し暑くジメジメした梅雨の季節真っ只中です。毎朝 LINE に届く仲間からのもう夏の沖縄の風景に癒されています。ありがとう。この言葉をリューティーのお二人からつながったマシャさん、サッピーさん、そしてファミリーの仲間の皆様に捧げます。リューティーの歌に魅せられて沖縄の虜になり日々楽しく過ごしていますが、昨日の慰霊の日には基地問題や後を絶たない軍関係者による事件、戦争のことなどとどのように関わっていけばよいのかを考えるきっかけを与えてくださいました。またこのような過去の歴史的事実を自分の中に取り込み日々生活をなさっている沖縄の方々に感銘を受けました。改めて皆様に感謝いたします。ありがとうございます。と来てます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、実に素晴らしいメールが続きます。なんていいファミリーなの。いやーマジでね。そうなんだよね。このさ、一人のアーティストを通じて沖縄を好きになり、沖縄の歴史を知りたくなるっていうね。いやー、もう僕ねすごいなと思って、駆け足になってリューティー、うん、すごいと思う。いやいや、なんか俺も何かさ、この人の役に立ちたいなって思いますね。ほんと思う。だからね、ありがとうございます。でも不思議だよね、こんな年になってね、うん、こんなに一気に、ね、たくさん友達が増えてね、すごいよね。絶対にないと思ってたけど、こんなことって、うん、本当に、はい、ね、北海道から ね九州まで全国の皆さんとつながって本当に幸せです。うん、閉めちゃってるみたいな。まだまだ続くよ。いいよ、全然雰囲気が変わります。はい、皆さんこんばんは。マシャニーさんの LINE フレンドのリュアラです。こんばんは。今日のメールセンターのテーマ、ありがとうは、今の仕事をいただいている中学の同級生のセンター長です。10年前も仕事の誘いがあったが、その時は断って3年前に失業した時にこちらからお願いしたら変な顔もせずよいよーって言ってくれて本当に感謝しています。これからも精進します。ということでね、あとはね、オーライモノマネ募集で来てるんですけど、これ後で読みましょうね。ね、締めクーラーかけすぎて腹冷やしてくださんように気をつけてくださいね。ではまたメールします。ありがとうございます。 iPhone から送信。ありがとうございます。はい、リュアラね、リュアラさん、こいつ面白いんだと。次ね、これいきますね。もうちょい行くかな。まちゃみさん、りんごぽんさん、キシリトールさん、オーツ、ラジオネーム、名古屋のダンスダンスレボリューションです。今度からこの読み方でしょ。影響されたですが、ある方にドハマりしてからラジオの楽しさを知り聞くようになりました。それは笑福亭鶴光です。毎週土曜日の深夜に、あのええか最高かはダンサーズの人生を変えるぐらい度肝を抜きましたね。そしてタモリクラブのコーナー、空耳アワーの手本になったと言われる、この歌はこんな風に聞こえるは、いろんな意味で日本語の素晴らしさが分かりました。マチャオさんは鶴光のオールナイトニッポンを聞いたことがありましたかってことね。なんですけど、僕はね聞いたことがないんですよ。分かんないです。僕はね、福山雅治のオールナイトニッポンがねだったよね。うん、すごい好きだったんですけどね、昔が分からないんですよね。魂のラジオからしか聞いてないってね、オールナイトニッポンあんまり聞いてないんですよ。ごめん、もうリューティーしか分かんなくて。すいません、一途でいいと思います。はい、全国放送は聞かないな。後でね、ダンスダンスレボリューションさん、すいません。あとで味噌煮込みスキーさんとかね、ありがとう、モノマネがあるんで、あ
と一通メールいけるかと思って、またメールいけるか、次次次。マチャさん、皆さん、こんばんみ、青野球帽子です。お今日青さん、はい、今日はアップルポンさんとキッシーさんがゲストですね、はい、ワンがマチャさんに声かけられたのは山田の蕎麦屋さん、アップルポンさんに声をかけられたのは、あがり浜のラジオカーの時キッシーさんに初めて会う時のこと覚えていませんいつも公開放送にいるので、いつだったかな、うん、汗みたいな。では皆さん時間までいたしくねーということでね、ありがとう、言っております。ありがとうございます。はい、野球ボイスさんね、嬉しいね、こういうの覚えててくれて、そうなんです、覚えてくれてると嬉しいですよね。なんか自然にね、はい、仲良くなって、いつ会ったのかも覚えてない人もたくさんいるけど、うん、ですよね、僕も本当友達がね、なかなかラジオできなくて、どうやったら友達になってくれるかなと思って、もうメールをいっぱい送ってメール呼ばれ出したんですよ、うん、だからなんか有名リスナーってなって、あと人振り向いてくれるようになりましたね。なかなかやっぱりね、名前が通るまではなかなか気がついてもらわなかったってのがあります、うん、はい、じゃそれと次いきますね。ありがとうって言いたいのは私に関わったすべての皆さんということでね、愛知県のユミさんから来てますね。楽しいことはもちろん、辛いことも時々あったけど、沖縄やイベントへ頻繁に行けない私に楽しい情報を伝えてくださったり、限定グッズをいただいたり、代わりに買ってくださったり、本当にありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いします。ではではということでね、はい、愛知県のユミさんですね。なんか優しそうな感じですよね、いつもメールをいただいてますよね、うんうんうん、会ったことあります？あります、ユミさん。ある、優しそう、かわいいね、ヤギみたいな、ヤギさんみたいな、ヤギ？ウサギじゃない？ウサギです。似てるやん、似てるやん、全然似てないよ。いや、あの草食ってるっていう感じで、ね、なんか草食系かなみたいな、いいイメージ、いいイメージが、いや、ちょっと怖いね、肉食ってる感じじゃない、ユーミンさん聞いた、やばちょっと、なんかいつも起きなくて俺に会わんで帰るみたいな感じだから、会わんで帰る、もう会わない方がいい、タイミング合わないだけだし。さあ、そんな感じでですね、超恐怖のコーナーがね、やってきましたね。じゃあ、まあんまやりたくないんだけど、ちょっと待ってよ。んー、じゃあね、あれ行こうか。オーライモノマネ募集、イエーイ、来ました、モノマネ。説明しよう、これは DJ マシャが必死で、モノマネをするというコーナーなんですけど、だいたい終わったらね、死にそうになっておりますね。あ、泣いとる、泣いとるで、泣いとる、泣いてる、泣いてる、なんで泣いてる、大丈夫、ママがいないから、ママがいないから、ママがガラスの落とすで、ま、役不足なのかなじゃあ気にせずモノマネします。じゃあ行きますよ、はい、モノマネ、ね、これでちょっとダンスダンスレボリューション、誰だった、名古屋のダンサーズ、名古屋のダンスダンスレボリューションさんね、はい、1、綾瀬はるかさん、どうやってやる、どうやってやる、やって綾瀬はるか、できんよ、無理無理、綾瀬はるかです。2番、あ、今、ね、前平仁さん、ヒップ、さささ さみたいな、ダメだ、言ってない、絶対やったよみたいな、違うな、石さん優しい、違うな、やばいやばいやばい、いややばいやばい、やばい、この雰囲気なんだろう、やばいやばい、これひぐみさん今どっかイベントやってる、ね、ちょっとそばで聞くの辛いけど、あーこれやばいな、これ全然できないのばっかりやらされてさ、にゃんちゅうとか書いてくればいいのにね、にゃんちゅう、いや、絶対的に NHK のやつ、ね、こんなモノマネできるわけないよ、似てる似てる、こんなのがいいよ、次こんなのがいい、3番 FM ギナワン代表取締役山内一郎さん、え、会ったことあるの、山内さん、あ、社長、あん、えー、うん、あー、お茶さん、あーって感じ、ヒロキックス苦笑いヒロキックスやってみろよ、どうしていいか分かんないけど、できるの、よっしゃ、よくわかりましたこれは放送できませんとか全然伝わらない、ラジオでは伝わる、モノマネがないんかいなはい、4番、金城七重さん、おうベリーダンス最近サボってます次いきますアイランドトゥデイって言われたこのコーナーはてってれーやなあ、たまちゃん来てるやけ、たまちゃんどこで見たんや、たまちゃん映像見られたねあ、たまちゃんに映像見られちゃったはい、次行きます、千葉な花子さん、国道58号線は北向き
10キロぐらい渋滞してる。できるよ、できんできる。10キロありえんこというね。10キロ。はい。じゃあ次いきますね。味噌煮込みスキーさん。汗かきながら今日もモノマネお願いします。ドラえもんの真似をするキッシーさん。ドラえもんの真似をするキッシーさん。あ、いけるよ。マシャさん、うんちゅうしたい。テイペロ。なんで手がこんなの。ドラえもんの手ですから。なんで手が固まってるの。次いきます。次いきます。田中角栄。もうこのロッキーと事件はもう起こしてません。あ、でもダメだこれ。なんかこれカットカット。声がすべて同じっていう。ちょっと時間ないから はしょってくよ。何これ。小さいけれどおばさんだよって言われた時のためにさん。え、小さいけれどおばさん。あ、小さいけれどおばさんだよって言われた時のリューティーの竹見さんね。行ってきます、行きますよ。三二一。やった、うるさいよや。いいよね、今のいいよな。やった、うるさい。次いきます。好きな食べ物を目の前にしたミーカーさん。うわ、これ大丈夫かな、いくぞ。え？いや、ちょっと鼻息が荒いこれラジオで一瞬引いちゃったやばい。次いきます。自由だ。リュアラ、リュアラさんね、隣の方のモノマネをお願いします。隣アップルボンさん。うわ、できるかよ。お疲れボンボン。お疲れボンボン。あかん、キャインなってる。キッシーさんだけは本人のモノマネをお願いします。は、え、あ、キッシーさん、キッシーさんにね、マシャ兄さんがするキッシーさんのモノマネお願いしますって。またかぶ。やってみよう。俺がモノマネするキッシーのモノマネ、キッシーがする。おーらーい。ダメだこれ、ダメだ、次次、ま、2回目どこれ。マシャ兄さんはモノマネの後も照れずにクールに気取ってください。照れたら罰ゲームですって書いてますね。何これ。さあ今日もね、この流れ何。苦い空気を流しても泣いてる。あ、子供が泣いてる。じゃあ最後にね、歌おう。CM やんか。次 CM やった。CM な。CM の時に。CM。入れていい？どうする？CM で入れとけ。入れて一緒に聞かせて、ね。一緒にね。うん、おいでー。今 CM？ 今 CM 入ってる。はい、待ってて、はい、ありがとうね。ね、演奏を聴こうね。あんまりこんなことないんだね。ママが泣いてるのを見て泣いたんだよね。その前から泣いてたよ。その前から泣いてたそうです。さあ、ほら、映ってるよ。え、ティッシュがなくなった。ティッシュね、おい。すいません。すごい。コメントが295いってる。すごい記録だ。感動して泣くの早いよ。今からだよ。あれ持ってたのに、タンバリン。タンバリン。タンバリン。DJ マシャワールド、FM ギノワンよりお届けしております。はい。じゃあ、今日はですね、リューティー特集ということで。今日はね、リューティー特集ということで、まあ、あの時の感動はね、ちょっと、まあ、僕の力ではなかなか難しいんですけど、まあ、なんていうんですかね、ちょっとみんなで思い出せたらなということで、リューティーのあの曲を送りたいと思います。じゃあ今日はもうカポをできるだけ使ってキーを上げて、なるべく高音で歌えるようにね、やってますので、頑張って歌います。それではよろしくお願いします。みんな一緒に歌ってください。ワン、ツー、スリー、フォー。のうちに来てくれてありがとう。
バカな話に付き合ってくれてありがとう。まるで違う性格の僕と僕だけど、同じ壺で笑い合えることが嬉しい。だから僕は決めました、ある日僕は決めました、この人を守って支える、一生一生ひまわりが好きな君に、ひまわりのような笑顔咲いて、そしたら僕もいつの間にかひまわりになって、ひまわりが二つ寄り添って、ひまわりのように太陽に向かって、ずっとずっと手をつなぎで、何度でも咲いていた。そしたら僕のことひまわりぐらい好きになってくれるかな。出会った日は一方的な僕でした。ごめんね、ずっと話を聞いてくれてありがとう。今までと違うタイプの君に緊張したんだけど、映画の後すぐに返したくわかった。いつもしっかり休んで、いつも素直に喜ぶ。だけど何でも食べてよ、好き嫌い好き嫌いしないでね。ひまわりが好きな君に、ひまわりのような笑顔咲いて、そしたら僕もいつの間にかひまわりになって、ひまわりが二つ寄り添って、ひまわりのように太陽に向かって、ずっとずっと手をつなぎで、何度でも咲いて、まだまだ知らないことがあるんだろうな。一つ一つ見つけてくのが楽しみなんだ。瞬間瞬間嬉しいことばっかりじゃないって思う。でも君となら寒い日だって一緒に咲いてられる。ひまわりが好きな君に、ひまわりのような笑顔咲いて、そしたらみんないつの間にかひまわりになって、ひまわりがたくさん寄り添って、ひまわりのように太陽に向かって、ずっとずっと手をつなぎで、何度でも咲いていたい。持ちきれないほどのひまわりを君にいつか送るよ。毎年一つ一つ重ねて、これからもずっと手をつなぎで、何度でも笑っていたい。辛
ないことも乗り越えよう、僕が支えていくから、持ちきれないほどのひまわりをプレゼントしてくから、おめでとう。この曲をやるとですね、絶対に後を押すんですね。もう時間ないでしょ、あと2分ぐらい。今日ゆっくりだったな。テンポゆっくりだったよ。ちょっと最後早くしました。前に誰か誕生日いねえか、誰か。花地区やと、うん、あ、今日ちょっと出てたな。誰だっけ、泣くなバカって誰泣くなバカ言ってる。ありがとう。だったら誕生日。だったらドエス。お、ドエスさん誕生日ね。はじみちんこさんありがとう。だったらドエスさん誕生日。おめでとう。それでは、いきます。来週俺の誕生日です。うわ、本当だ。ハッピー。ゆうこりんありがとう。待てよ。たけちゃんゆうこりんが見てくれてる。ハッピーバースデートゥーユー。Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dattorado S. Happy birthday to you. せーの、うさ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 。なんだって、生まれてきてくれてありがとうね。これからも一緒に楽しみましょう。わきわき。わあ、番組が終わる。番組が終わる。はい、いやごめんね、なんか最後グダグダなと思ったけどね。いやありがとう、マサさん。いや、よかった。でもなんかな、本当よう頑張った。頑張った、うん、よう頑張った。あの、その頑張りはね、今日伝わりました。あの、また来年こっちももらい泣きしそうなんてね。またスーパーライブやってくれるかな。また来年ね、竹田東さんにちょっと面倒かもしれんけど、頑張ってもらって、また感動を与えてもらいたいと思います。それでは DJ マシャワールド、提供はバッテリー格安販売で売ってる DJ マシャでした。これでいいかい。じゃあみんな、また来週も聞いてくれるな。来週俺の誕生日だ。来週俺の誕生日や。バイバイ。ジャニーセンチメンタルジャニー。まったやお疲れー。これいいや、おりあーあー、リラックス。お疲れ様でした。ごめんねー、大丈夫だった。こっち、Wi-Fi 入るの。はい、もらってね。皆さん、こっち、まったやーって、たけしさんがまったやーって言うので、あの、取ってもらってるさ。うん、取ってるわけよ、こっちの。どんなするの、教えて。いやー、設定してもらった。いや、実はな、ジャニー、はい、使っていいですよ。いや、実はパスワード弱いです。パスワード入れてもらう。中は物によりますね。あ、そうなんだ。本番開始。いや、もう終わり終わり。追加済みでない。え？え？シーブンやらないの？アッポッパ。アッポッパンで。アッポッポン。アップルポン。アップルポンした。いや、え、もう今週最後的なあのあれが。来週までギリできます。来週いける。お、誕生日にはできるんだ。よっしゃ、とりあえずみんなありがとう。え、マシャさん、今日はいい日の日にうっさうっさ投稿してくれて、今日はいい日のうっさうっさに投稿してくれて、なんだこれ、どうするのこれ。わからない。来週のビューティーの番組に投稿してって言ってるのって。いいっすよ。あ、ね、面白いよ。投稿したらやってもらったらいいんじゃない。あ、今日はいい。やらんでビューティーの番組か。うん、あいい、やった方がいい、やった方がいい。いいってやった方がいい、これ。やった方がいい。そういうこと。やった方がいい。今日はいい話し遠い人、何のことかなと。これ、竹ちゃんと東の番組やね。うん。ビューティーラジオ。ビューティーラジオって言ってるから。白さん、今から本番始まりますよ。さっきさん、シーブンがな、もう、さっきさん書いちゃった。うん、さっきさん、ジャーニーって。センチメンタルジャーニー。いや、俺がセンチメンタルジャーニーって言ったんだよ。うん、さっきさん、追加して。ジャーニーって書いてる。ジャーニー。あー、履歴残ってない。あ、すごいな、36人見てるぜ。シーブン OK みたいっすよ。すごいな。来週までシーブン OK だそうです。すごいな。で、シーブン何するの？ほんで、メールを読みます。
メールを今読むんかい。ちょっと読んでない、メール読んで、読もう、ちゃんと読もう、いつも読まないから、うん、マシャさん頑張って読んでるよ、言われている、頑張って読んでる。アップルポンさん、下の子はちょっと待って読もうね。パパパパ、入ってきたよ、入ったら。おいで、おいで。すごいメール来たよ、これ。ハイサイヒープーさん、ただのデブの騎士、ただのデブの騎士って言ってね、かわいいかわいい、アップルポン、ウェウェウェみたいな、やアイラブヤンバルからツッコンやいびんで、これノリノリさん、もしかして初めて見るのかな。ノリノリさん、そう、ノリノリさんは DJ マシャワルの仕組みがよく分かってない。あ、ノリノリさん見たことあるよ。いや、早く、これ早く、うっすよ、椅子にどうぞ。パパ、はい。パパよ。おー、アイラブヤンバルからつくんやびん、マシャさんにキッシーの前でキッシーのモノマネ&アップルポンのモノマネ歌しくってことね。これやったよね、もうさっき、うん、もういいよ、ね、真似されても面白くないから、うん、ごめん、そういうのはもういい。もういい。これどこのマイク、どこの。よし、じゃあのつっくん、なんか新しいの考えててくれ。今度ボールペンもらいに行くね。あ、ボールペン持ってこうか、いつもな。ダットラハッピーバースデー、うんうん、ヒープーさんのモノマネで。あー、なるほどね。モノマネ好きやね。いいね、いいね。いや、もつ、俺がモノマネしやすい、脳になる。モノマネはもう。なんかモノマネ好き嫌いじゃん、全部やるからすごいよね、マスさん。なんかすぐ選びそうだけど、ただ読んでるだけ。さっきみたいに、あやさんあるからできんよ、こんなもんって言いそうだけど、やるからすごいよ。いや、もうだからやらんとな、とりあえず。じゃあメールいきます。とりあえず、そう、マシャさん、キッシー、アップルポンさん、リスナーの皆さん、ギノワンスタッフの皆さん、ハイタイ、リューティー応援隊長のしんちゃんですよ。しんちゃん見てるかな、しんちゃん。あ、いたいたいた、ポンタ登場。しんちゃんは何見てる。空想世界から約2週間経過しましたが、リューティーロスになっていませんか。なってます。自分は CD 聞いて、うん、うわー、怖い怖い、うわCD を聞いてなんとか平静を保っていますよ。本日のテーマは、ありがとう。あ、サッピーさんいるさ、帰ってないし、帰らないよ。もちろんリューティーには幸せなライブをありがとうですが、ライブ後のスーパーオフ会のお世話をしてくださった本日のゲストの騎士アップルポン、はい、あえて継承略はじめ漢字の皆さんに本当にありがとうと伝えたいです。番組を借りて、マシャさんを借りてありがとう。それじゃ待てや、ひやみかし東北、ひやみかし九州と来てます。しんちゃんとも喋り足りなかったな、あんまり、うん、なんか読みたいな。何キロまで読みたい、読みたい。じゃあ、これ行こうかな。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。いつかリバウンドするんだ。じゃあね、リバウンドするの。じゃあね、ちょっと最初に来てたんだけど、でも夏、大丈夫だ。大丈夫、今とかゆうこりん、何時までかな。10時、11時半くらいまで。いや、よろしく。うちの同級生、同級生さんが、ゆうちゃん、みんなフォローしてあげて、ツイートしないけど。ゆうちゃんのたきみと、そうそう、私の同級生です。ライブも来たよ。ライブとか行ったいです。嬉しい。ここはお家か、家か、家です。サッピーさんが、サッピーさんツッコミ面白いな。家か、家っぽいな、なんかこの映像が。サッピーさん、今度ギャラリー遊びに来てよ。ギャラリー失礼だよ、ゲストだろ。ゲストだろ、サッピーさんは。あ、ゆうちゃんがみんなイケメンってよ、よかったね。いや、そうかな。もうちょっとボタン開けようかな、みたいな。ポチポチ見たら。ゆうちゃん、エロいの好きだから。イケメン好きだから。ごめん、パパ。なんか海にいっぱいおるやろ、別に。海にいっぱいおるやろ。あ、ひふみさんがうっちゃかってるから、家かとか言ってんだね。ひふみさんがこんなにうっちゃかってるから。何、あは、暑いけどな。暑かった、さっき。ギャラリーではいかんて。え、なんかアップルポンチのリビングに見えてきた。あ、ごめん、メール読みます。誰かの、誰かのメール全部読んだんだよな。読んだ。次がそれぞれたら、みんなゆっくってるね。みそさん、ごめんね、ノリノリさんのバッジ今から送るからね、待っててね。ちなみにさ、あの、のんぺさんのメール見た。のんぺさんのメール読んで聞いた。聞いてないってこと。私聞けてないから。のんぺさんの直接読んでみようか。のんぺさんのね、のんぺさんのメール読みます。
マシャさん、アップルポンさん、ヒーフミさん、はい、リューティーファミリーの皆さん、お元気ですか？倉敷ののんぺです。今日のテーマ、アップルポンさん、リューティーラジオのためにあのライブの日に、私のアップルポン発見。リューティーラジオのために那覇空港までお迎えありがとうございました。おかげでラジオを見ることができました。まだライブ前後で皆さんにお世話になりっぱなしで何もできない私をフォローしてくださってありがとうございました。あの後に風邪をひいてしまいちょっと辛い日々がありました。今は回復しています。やっとバスケットができるかなと思っています。また皆さんにお会いできる日を楽しみにしています。暑い日が続くので体調を崩さないように頑張ってくださいね。またメールします。バイミー。のんぺさんありがとう。最初らへんにリューティーのんぺさん早くツイキャス参加してほしいね。のんぺさんもそうなんですよ。ノリノリさんのメールとか見た？ノリノリさんのメール。ノリノリさんのメール？見た。聞いた。またユーストユーストで聞くから。聞いてみろ。ありがとうねの、うん。あまた読む？パパ。パパ。ノリノリさんメールもう一回読む？ノリノリさん。見つけた。見つけた。ノリノリさんのメール聞いてないでしょ？聞けてない。自分で読んでみようじゃん。喉かばい喉がかばく。読む俺が。喋りっぱなし。うん、いいよ。読む。読みたい。いきます。マシャさん、キッシーさん、アップルポンさん、FM ギノワンの、ギノワンの、じゃない、ギノワンお聞きの皆様、こんばんは。はじめまして、ノリノリと申します。今日のテーマ、ありがとうですが、いっぱい言っちゃいますよ。6月11日、リューティースーパーライブで夢の世界に連れてってくれた、タケちゃん、ヒガちゃん、ありがとう。バンドメンバー、スタッフの皆さん、ありがとう。アップルポンさん、キッシーさん、ヒーフーミーさん、ヤンバル娘さん、組長さん、沖縄ファミリーの皆さん、全国のリューティーファンのために企画準備いっぱいありがとう。隊長、しんちゃん、さかけんさん、マシャさん、しろうさん、ひふみさん、素敵なピンタンダンス見せてくれてありがとう。もう時間ないですね。とにかく素敵な出会いと素敵な仲間にありがとうです。では最後まで頑張ってくださいね。ありがとう、のりのりさん。はい、まあ一応とりあえずね、うん、今日から全部なんですが、はい、飲むか、まあ、飲むか飲むか告知だよ。じゅんちゃんさんも来てたね。飲むか、じゅんちゃんさんも、ね、めっちゃ来てたんだよ。いやーそんな感じなんですけどね。あ、どんちゃんお疲れ。どうしたどうした、どうも来てない、大丈夫、ママいい感じ、いい感じ何がいい感じ、いい感じ、いい感じって、いい感じ、飲もうって。今日なんかもうあのじゅんちゃんのメール読んでビール飲みたくなってきたね。じゅんちゃんお酒強いよね。もうなんかリビングだなここな。リビング放送だ。チー。乾杯。乾杯。いやしんちゃん。宴会開始するじゃん。そんな感じでね。始めるか。またみんなで会いたいね。FM ギノワンのメールにアップルポンの20歳を送ったよって写真送ってきてあるみたいよ。ヒロキックスいないし。大丈夫です。ここでもどう？どんな？あ、ここでもできるんですね。こっちで見るだけじゃん。うちらが。みんなに見せてあげたい。あ、これムーネさん見る。違う。あ、ムーネさん来てんの？これこっち来てるな。嬉しい。あ、ムーネさん見てるかなこれ。ムーネさんオフ会で初めて挨拶できた。ムーネさん大丈夫かな、見てるかな。見てないです。ワッター。ツイッターをやってるよ。え？ワッターヤーのラジオ797に。あ、ごめん。お、あ、ラジオ聞いてんか。うん、生で聞いてんだ。あ、ムーネさん、あっちにも来てたんだね。あ、じゃあ今電波で。あ、じゃあちょ聞いてたんだ。じゃあ生放送で。読めよちゃんと。で飛ばないで。あったよ。パスのやついいでしょ。読んで途中で飛ばないで。秀樹、ちびくん売ってるよーって、チャックもう少し閉めたら、初めてギノワン聞いてます。アップルポンさん、明日のモアイ、場所はどこで？なんだこれ？あー、写真。待って待って、これ見てからね。え、797来てる。こっち見れるだろ。こっち見れるだろ。あ、撮っとだめ。初めてギノワン聞いてます。アップルポンさん、明日のモアイ、モアイ、場所はどこで？キッシーさんは、中ぐすくのファミマで、ステッカー番内貼ってるから、誰かなーと声かけたのは、いつ？転職してるやしー。リクエスト。ひまわり。はい、ムーネさんありがとう。3人急取りの。こんなやってからメール書いてる、読まれてるんだ。竹ちゃんから。知
知らないよそこ。あのなんだっけ、あのなんかあっちの辺サッカー場あるか、あっちの、うん、手前の、ないよ。ムーネ、タケちゃんのメール、タケちゃんのメールが探しきれない。どこにあるんじゃ。新着？新着取れよ。新着？なん、タケちゃんに何のメアド？何のメアド？ファイルそう。797。テルキーなタケミ？うん。タケ見てるキーな？タルキー？タケミン？タルキー？え？あたるたるタケミーな？来た。マッシュワールド、これが二十歳のアップルポンだ。みんなが写真を行く見せレートすん。どんなして見せるの？うちわれ？誰やねんこれ？これ誰や？目真っ赤だけど。あれ？真ん中？これ誰や？これ誰や？これ誰でしょ？は？これだけじゃ、これアップルポンだ。あの、タケちゃん？ええー、さんこれ？おっそ。やっぱりチェーンも出たんじゃない？旦那さん、やばこれ。これ何これ？見たことないよ。二十歳言うとりますね。なんかなんか成人式か何かじゃない？こんな感じですか？そうですね。お母さんヤンキーからちょっと。ゆるさんゆるさんも。行けやん。行けにゆるさんと。お母さんだ。やばいでしょ。これどうすればいいですかね。何これ？ダウンロードしようかこれで。映ってる？ほ？映ってる？ツイキャス？ツイキャスで。待ってよ。今見ない。見えない見えない、よかったよかったよかった。よかった見えてない、よかった。早く見せろ言うてる人がおりますね。おー、やっぱり画像荒いね。タケミはいないよって。あ、タケちゃんじゃないんだな。右のタケちゃんだろ。中学校のアップルポンもいるよってね。いいよもう。右のタケちゃんだろ。違う、あ、タケちゃんじゃないの。すごいな、こんなティーブレボリューション散らしてるよ。ティーブレボリューション散らしてる。2円というちょっと可愛い写真送ってや。アドレスに DJ マシャットマークに転送したんですけど見れないんですよ。いいよ、もう見えない。これいいよ。改造とかしてにゃる。ラインだとね、可愛い写真送ってくれよ。もういいって。真っ黒になってる。もういいよ。今が可愛いから。あれ？誰が TM でボヨってよ。似てる？似てるよ。こちらでございますか？シャーシューキー。ちょっとこれ顔の角度があるよ。これなんでしょ。もういいよ。これ本物か。もっと可愛いのいっぱいあるでしょ。多分画像はないやつ。見えない見えない。いい。 LINE とか流すの犯罪だから。やめろ。エビフトエビフト。やめろ。見えてる、みんな映ってる。見えてる、すごい。めっちゃ可愛い。この時間で500って最高記録じゃねえか今。トモカチンが来た時か。変わらんさ。ピントがもう合わんなとこで。これ別人やろこれ。これ別人やろこれ。誰かわからん。誰かわからん。縦にして横にして。そう。いいよ。全然面白くない。いや見てもね、誰かこっち座る、こっち座る、一緒と。やっぱりや。歌えが。俺が笑うたびに画面出る。気分悪くなる。振りよれ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 。よう。千円持ってたから。たけちゃん、あの中学生の写真もお願いしてほしいね。アップルポーズ写真撮ったから携帯おかしくなった。何それ。何も分かんない。イフミさんもヤンキーだったでしょ。そこであの。イフミさんもヤンキーじゃないよ。これ分からない人が見てる。あのアップルポーズを知らない人が見てる。ね、ノリノリさん今可愛いからいいさね。すごいな、フォーク化粧っぽい。今の方が薄化粧ったら。あの時バブルでしょ。そうそう、バブル。なんだ、たけちゃんと一緒。バブルはもう三発三発経験してないでしょ。首がないように見える。その頃まだ学生でしょ。バブルの時って、うん、学生。ヤンキーっぽい。2個ぐらいやっぱさ、あのね、あの写真見て見るときに大体ね、あの、眉毛見てもらえば大体わかる。眉毛見たら大体わかるからね。眉毛見たら。バブリーや。眉毛見たら大体わかるから。ダンサーさん、ヤンキーっぽい。見ても面白くないから。自分で顔を見ますか。あ、タケ
けちゃんが、うん、俺 LINE 繋がってるから LINE で俺に写真送ってもらって俺みんなに世界中にいいよ世界中グループ一斉送信グループじゃないよ何タケミル写真ないのかどこだよ探してみようね消しちゃったよ消しちゃったよノートに書いたら俺のアルバムから写してきてくれ恐ろしいタケちゃん変顔普通にするからねだからな、昔の写真も可愛いのよ悔しいことに竹見可愛かったのか変な顔のないから、ね、リューティー上宮の写真があるさ、うん、あれあげたねえかん竹田のリューティー上宮の写真は竹田の顔写真じゃないかアイコンってこと、うん、あれリューティー二人だろ、うん、あれ超面白い個人のじゃないよあれあのトラック協会でたこ焼き食べた時の連写がある、はい、去年の公開はその時のあれで上宮面白いタケちゃんの写真見せたら持ってるのタケちゃんの変顔を自分でブログにアップしてたのがあったんだけど、うん、もう探すの時間かかるな、うん、こんなのもあるわけさんちょっと見えないけどすごいでしょこんなの自分でブログにアップしちゃうのライアン行こうのね全然価値があるもうあかんやこれ平気で腹こんな顔してるの全然価値があるメタル時代のメタル時代のねこれヒガちゃんが写真持ってないかなヒガちゃんの写真撮らないんじゃないの？あのね、この前ね、僕はあのモッツでイベントで、うん、たけちゃんがドラム叩いた時の動画を僕は撮ってたんですね。うん、映ってるよ。それはサッピーさん映ってる、サッピーさん映ってるよ。うん？サッピー、皆さん映ってますけど。あの時のたけちゃん。緊張感持ってめっちゃこんなってる。おちふうじだよって言いたいんじゃないの？いやー、よかったわ。サッピーさん、今度豊見に出てもいいかな？あ、ちょっとまず出させてってよ、マサさん。マサラジオ、ね、またちょっと出させるの7月だな7月ってよ、サッピーさんはぁこれ食えんぞ見て、1年前何これ1年前え1年前の一二三に髪型あんま変わってないよこれ、テロリストやしなんか目と目が離れてないよ、なんかなんか、気持ちやねん LINE で開けたのよ、自分でなんか赤塚不二夫のなんか結構キャラみたいな面白かったから、想像してるおい、加工してないか違う違う本人が食ったんで、LINE でグループ LINE にここだけ打ったっけラジバカで電子気持ち悪いラジバカで開けたんだよ、これ気持ち悪い何だったか覚えてないよごめんね、もうなんか次です。何の話？もうよ。次これ見せるじゃん。アップルポンさん全然かもイエーイ。行くよもう。出てれーじゃないか。さっきこんなって言うけど行ったり行ったで嫌そうな顔するの。それが愛情なんだよねサッピーさんのね。ガオ。だからコメントがいつの間にか500超えて。いやなつんでね。あのサッピーさんさっきキティちゃんのアイコンのユウちゃんサッピーさん大好きになってくれた。オフ会でサッピーさん初めて見てめっちゃあの人いいってから気に入ってくれて、うん、ラジオも聞く子じゃないけど。うんサッピーさんのラジオだけは聞きたいって言って俺のラジオ俺のラジオ誰のラジオ今日でファンになったかもしれない俺のラジオ俺のラジオみたいなゆーちゃん俺のラジオみたいなサッピーファンになったあ、プロモさんこのじゃあカウンターで行ったらいいさサッピーでそうだね、ゆーちゃん連れて行こうかなあー、トップマッチありじゃないね分からないサッピーで決めさせてるいきなりリスクサッピーで決めないんだあっちあっちの趣旨があるサッピーさんゲストいないときによろしくお願いしますあ、ゆーちゃん見てる見てるよかったよかったゆーちゃん最高ってよかったね、絡んだ絡んだ繋がったゆーちゃん最高だぜだから俺の番組聞いてるんだよゆーにサッピーさんだから俺の番組聞いてはっこよかった楽しいこれ読めるこれなんて書いてあると思う2人のメタル時代の写真見たいな、ね、見たいな見たいね330お願いしよう330なんてあしたサッピー T シャツ着るさ千葉でつけてちょうだいゆうちゃん今度出演してくださいあゆうちゃんあれ似てるよゆうちゃん友近に友近じゃない鈴木ほなみに似てるおおマジでほなみゲスト決定鈴木ほなみと鈴木ほなみと友近を一般人なのに最低一般人はダメでしょ一般人だらけこのゆうちゃんってラジオ聞いてるのゆうちゃんラジオとか聞く子じゃないんだけどサッピーのだけは聞いてるサッピーさんは好きになってマシャは見てるけど聞いてない絶対面白いってゆうちゃんメタル時代の写真はバッチリしてガチャガチャのあたりいいね
あ、これ面白いね。うん、いい、あ、めっちゃレアの、レアで。あの、ね、背中締め。そういえば、ビューティーガチャガチャこっちないんだね。え、なんでビューティーガチャガチャ、どこにあるの、ね、え、どこにあるの、なんでビューティーガチャガチャ、あの、ビューティーカンパチクさんに出てくるの、バナナ店長、あ、俺そうなんだ、海勝テラスでこの前ライブした時にたけちゃん、それいいね、山田姉さんともうノリノリさんのバッチ作り作ったもんね、来たから、チャイリさんさん、これ、これさんだから、はい、背中に持っていったわけ、海勝テラスでやっこれガチャガチャ持っていったわけの、じゃないかな、写真ハズレはマシャさんのバッジ、モチャコーデルカーからないんだけど、なんてハズレをどんなバッジにするっていうか、誰が、さんがハズレは、じゃあマシャさんの顔がいいんじゃない、全然ビューティーと関係ねえじゃん、ハズレなわけ、あ、マシャさんいいんだろ、ハズレおい、かっこいいだろ俺もマシャさんにウロマシャが金髪してリューチェルみたいな顔してから、あ、夫婦のどっちかはリューティーの T シャツ、シャメ取ろうかな。めちゃめちゃ時短しちゃった。マシャさんが作る。ノリノリさんがマシャさんのバッジ作るか。え、ノリノリさんはバッジを作る能力があるの？そう、みんなにね、プレゼントしたい。能力あるよ。能力が。バッジを製造機なの？そうそう、バッジ製造マシン持ってるの？製造する能力が。かっこいい。すごいよ、グッズ作りの名人だよ。ノリノリさんの T シャツ作る能力が。俺何かできるかな？え？俺は喋る能力がある。ノリノリさん、タッピーバッジ持って。真面目にやって人を笑わす能力がある。くっそ。俺は真面目にってかっこよく決めたいんだけどさ、これ外れたらってことかな、なんでかな、なんでいつもビルツルだから、ね、リュアラさん来てるよ、おーい、リュアどうした、なぜか今さっき鼻血出てティッシュ詰めて止血中、大丈夫、知らんよそれなんで変な妄想したんじゃない、男人鼻血あるよ、すっぽって掃除機でいや、大丈夫だよ、ガチャガチャを持ち歩いてます、あ、ほんとは持ち歩いてるけど、タキちゃんもコメントしてる、ガチャガチャ持って歩いてる、ちっちゃいのにガチャガチャ持ってんじゃないの、金具すくにもガチャガチャ持ってきてるってよ、だからライブの食べにガチャガチャ持ち歩いてる、こっちの前もガチャガチャ持って歩いてる、あの機械、マシンだけアップルポンの写真で流血、リュアラ、あ、さっきのか、リュアラさっきのか、さっきのアップルポンさんの写真見てリュアラさんが鼻血で、タクタに突っ込まれてる、あの写真で、俺の友達がタクタに突っ込まれてる、話、あの写真で話してる、俺のスマホおかしくなってるんだ、タクちゃんが言ったわけね、アイコンが何も出ない、再起動再起動、もうでも鼻血びっしょ出ない、もう再起動、さっき鼻血が飛ば、タケちゃんよりガチャガチャの方がでかかった、ガチャガチャの機械の方がでかかったって、よーし、そろそろ終わり、終わるんか、終わるの、終わるんか、子供たち返さないと眠いだろ、大丈夫、明日休みだから、マジか家で11時半まで余裕で起きてるもんね、マジか、あの人一番元気どうし、私たちより、じゃあもうそろそろ帰るか、どうしたい、帰ってこないの、うそー、帰りたくないんだって俺にゃんちゅうにゃんちゅ、俺マジ預けるよ、マシャさんに預けるよ、いや、そのだけは困るよ、マジで時間的に子供出したらあんまり良くない時間帯だから、そうだね、もう帰るよ、じゃあ帰ります、分かった、で、マシャさん、マシャさんあっちで遊ぼう、あ、いえ、そうだよ、いや、今の言い方いいな、あっちで遊ぼう、そうだね、あっちで遊ぼう、じゃあ、アップルポン帰ります、サッピーさんが、いつよくのーって、後で連絡します、どうしてるか分かんないけど、おりこ帰ろ、バイバイして、帰りたくないな、帰りたくないな、バーベキューオフ会、え、待ってよ、バーベキューのオフ会、デューティーバーベキューオフ会、デューティーバーベキューオフ会は誰が主催すればいいの、これいなくなったから寒くなった、いなくなったから寒くなるよ、いなくなったから寒くなった、じゃあね、またやー、バイバーイ、ありがとうございました、お疲れ様でした、ビューティーバーベキューの話が出てるんですよ、急にたけちゃんがやって、みんな来るよ、ビューティー、誰が言ってるの、ビューティーバーベキュー、いやいや、たけちゃんか、たけみ、ありがとう、マサさんが担当的、またやって、たけちゃんが来たよ、ビューティーバーベキュー、バイバイ、こーまたな、バイバイ、ビューティーバーベキュー、キッシーお願いポンポン出たー、名指し、他力本願、沖縄のアーティスト、ビューティーボーカリストから、他力本願、サッピーバーベキュー、サッピーバーベキューはあるかな、サッピーバーベキューは来年、まずサッピーオフ会しないとね、サッピーオフ会、ビューティーオフ会 with サッピー with DJ マシャでしょうか、
さ、みんなくっつくってるみんなくっつけろよ、もう騎士ジャーマンやるしかないなって、うん、頑張れタケちゃんからのご指名でよ、騎士ゆたしくバイハンちゃん、ハンちゃん来てよ、じゃん全力で来るやん、ハンちゃん来てよ来てよコンベさん本当に来るよあの、ま、ちなみにタケちゃんはあの トロピカルビーチ希望してると思うけど、きっと、ギノワンの多分多分なんかそんな話してたんだけど、ギノワンの海がいいとか言ってたから、あのさ、うん、まあどこでもいいんだけどさ、どって道名古屋から来るんだから泊まりだな、名古屋でやる、たまには名古屋でやる、名古屋でやる、じゃあ、うん、名古屋でやる、うん、辺野古で、辺野古なんだよ、辺野古でキャンプたけちゃんもほら、マシャリアンとサピディアン集合オフって、マシャリアン、みんなみんな同じメンバー、サピー、マシャはいらないってマシャはいらない、これあのサピーさんも切り離す仕組みを作ったことか、マシャはいらない、サピーが言ってるわ、本当は恥ずかしがってよ、サピーさん、マシャは酔っ払うと、確かにな、酔っ払うとマシャめんどくせえんだよな、酒を飲みません、僕はもう酒禁止飲まんか、もうビール3本までするとか、もうあんなふうにする、7月はやめようねって、7月は無理、俺も無理だよ、7月は、7月ね、俺が無理、7月はさ、俺も土日は住みないもん、あっちのビーチ、あのルールがあって1ヶ月前からだけど、だからその行きたい日の1ヶ月前に一貫っていうかも、じゃあ9月ぐらいどんな、8月なら OK、 ハンちゃん LINE でやってマシャは少しだけ飲む宣言、飲むやし、結局はちょっと飲みすぎないもん、マシャ少しだけ飲む宣言、泣きしよう、泣きしようあ、そうそうそう、来週の、来月のフリムーンオフ会、フリムーンオフ会、ホワイティさん、ホワイティさん、ホワイティさん、フリムーンオフ会じゃなくてから、あのラジオの柿の音を歌う機会でしょ、その時に、そうです、合コンもよろしく合コンなのかいだからやっぱ、未婚の人も集めてこう出会いの場みたいな、いやお前喜べよ、お前独身のくせに、いやみ、なんていうの、ラジオ関係じゃなかったら、なんかの、違う、だからリスナーだけじゃなくて女の子も友達も連れてこいって言ってた、ユーミンさんも合コンしたいって合コンしたい、アップルパン合コンしなきゃって、いや主婦やし、なんでラジオ聞くの、横におるんだ今おらんけど、もういないよ、おらんけど、車からだよ、9月台風多いね、いやー今年分からんよ、だから今年台風来ないよ、だからリスナーさんの女の子が女の子の友達を連れてくるっていうシステムにする、じゃあサッピーさんの太陽連れてきて、女の子ね、サッピーさんも連れてきて、俺も誰か男の友達連れてくるとか、でそこで誰かが知り合えばいいけど、そこには僕は参加できるの、いやだからナンパしなければいいさ、ナンパしなければ、俺がナンパしなかったらいいわけない、うんうん、俺がナンパしなければいい、されれば大丈夫、されるのはいいけどそれは責任持ってもらえる、されるのはいいそれはもうなあ、来るものをこう拒まず来ないと思うよお前、いやいやいや、いいよ、ね、犬とや鳩しか寄ってこないよ、犬とは、とまあ長崎来るよ、嫁は感動的なメール読まれてたじゃないですか、何をこのサプライズで結婚のこのあれをなんか僕がバーの店長やってた時に、あ、なんだっけ、どの番組なんだ、自分で、あの、ななこさんかどっかの番組に投稿してたじゃないですか、ななこさんの番組じゃないけど、ほら、とにかくまあどこの番組か知らんけど、そんなことが感動的な、結婚式のサプライズをされた話、された話、たまにそういうの思い出してたまに泣いたらいいですよそれでは泣けない、泣けないんか、たまに、なんで俺が泣かない人みたいな言い方じゃない、泣くよたまに信号待ちだ、うん、違う違う、信号待ちだって嫁にこう、うわ、好きだ、おーみたいな、イエスみたいな、サッピーさん結婚してんの、なんでサッピーさん結婚してんの、しんちゃんがサッピーはちょっと待って書いてるけど、違うだろう、彼氏募集中だよはぁ、サッピーさん独身じゃないの、バレえ結婚、ダメよダメよ、これ結婚してた、ダメよって言って言って独身だろ、てれー独身にしとけもう独身ということにしとけ、しんちゃん俺もハトが言うと、そうそう、話を変えよう、ひふみラジオネットうさっぴー一つ待てこれ何かこれ知らなかった、ジャーバラシ、そうなの、さっぴー一つもなの、こんなにする、やめようぜさあ、ほんとに何本言ってくれ、ね、さっぴーはみんなのものってよしよし、じゃあもうみんなでもう持って帰ろう、3匹持って帰ろうみたいな大丈夫かよ
あー面白い、超面白い。さっぴツッコミ続くな。もう今全部持っていかれてる。さっぴ一つもせずに全部持っていかれてる。これ張り込みせんてかな、これもう追加終了時間よっしゃ。じゃあみんな、はい、サッピーは一つまです。締めた。みんなのものです。サッピーさんね、もうあの生体闇ってことで、あまとまりました。死んじゃうよ、ここで書くか。あっちいいよ。もうそろそろ終わりますね。はい、じゃあ30秒かな。一応ですね、来週もあのシーブンはできるということなので、来週ラスト、はい、来週ラストの、うん、予定です、うん。それ週から新しい番組が始まるのはもう確定したらしいので、練習がラスト、その後ツイキャスやるかどうかはマサに任せます、うん。来週はマサさんも誕生日だよ。何日？ 1 日だから来週ってことだ。1日曜日放送の日。はい、終わる5秒前。ああ、みんな待ったよー。またや、毎週休みます。俺こない休みますって。嘘嘘嘘。いやでも待ったやー。あ、切れた切れた。ちょうど終わるか、金曜日か。うん、ちょうど金曜日。来週金曜日の音に。LINE、未読504。なんで？何？は？なんだこの、誰が？何でもやがって。どこの LINE？ どこの LINE グループ？テンポレアが2、デューティージョブが67、アイラブ86が67、RBC35、ヤンバル87、チューブ65、チームは何もやがってるの？やりすぎやね。チームエコ126。マヨ牛乳今日お願いされたの忘れてた。今日来週だ。てってれあれまだ見える？まだ見れてるの？忘れてる。画面終わってるでしょ。なんで？あ、これあっちあっちあっちのテーブル、カウンターに。終わってるんで書き込みできるんかいな。書き込みできる。ああ、放送は終わってるよ。すごいね、32人見てるよまだ。放送終わっても、いや32人も見てるかどうかが分かる。最後の切った時の数字が残ってるの。あ、違うか、出てるの。でも放送終わってからもう33とか、ね、放送中35で。みんな見てんだね。ユーストで見てるよ。あ、ユーストで見てるのか。ユーストで見てるのか。ユースト切らないといけないわけだ。いや、どんだけ暇だわ。危ない。下ネタ言わんでよかった。下ネタ言うとこだった？言わない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 番組だからこれ。600ミリリットル。怒られるよもう。怒られるからもう。お疲れ様でした。いや、感動的な番組だった。今日はなんか新ミリだったな。いい番組やった。いや、俺が もうまさに目指してる番組だな、これな。ほんと、今日は。そうなの？これ。これっすよ。そうなの？そうなの。初めて聞いた。いや、感動的だった、ほんと。今日ギター弦変えてきたんですよ。うん、聞いたよ。めっちゃ音いい。うん、全然違う。それ、吹けってよ。え？ワクちゃんがギター弾いたらする。ツイキャス来てください。